はい、まこねえです。まだ声がちょっとなんか、やばい感じだね。今日、お昼前、仕事終わってすぐに、カラオケボックス行って、久しぶりに全開で声を出してみるっていうのを、まあ、してみました。はい。まあ、こんなに声出なかったっけってぐらい、声が全然出なくて、まあ、明日にぶっちゃけものすごく不安を残すっていうような状況だったんですけども、まあまあまあ、なんとかなるでしょう。なんとかなるっていうか、まあまあ、素晴らしい結果オーライっていうことで収まるような気がしてます。そんなわけで、今日も、M キャストやっていきたいと思います。はい。まあそうなんですけどね、まあその前にというか、まあちょっと前から感じてたんですけども、ちょっとね、私の作業がどうのこうのというより、今、まあ、このポッドキャストのチャンネルの他に、マコイズムっていう、防災系のね、防災系の情報を、発信してる、YouTube チャンネルがあって、まあ、それがね、ショートムービーだけなんだけど、毎日、英語、フランス語、スペイン語、トルコ語、アラビア語、日本語で配信してるんですよ。そう。そっちの作業と、それと、あと、このポッドキャスト、M キャストと、ワケありダイエットウォーク。そして、今日の、アウトピットと、映画は大人の教科書だ。で、ショートムービー。まあ、これが、一人で全部やってるんですけども、さすがにね、ちょっとオーバーワークすぎるかなっていうふうに感じてます。はい。っていうのは、まあ、部屋の中片付いてないっていうのもそうなんですけども、だんだんね、部屋の気温が、まあ、上がってきて、まあ、パソコンがね、私のパソコンが、もうちょっと、寒い時期と違って、もう処理能力的についていかない。そう。私のパソコンを今現状でやってる限り、今やってる作業を全部こなすには、まあ、結構ね、相当時間の無駄というかロスがあって、まあちょっともう作業的にオーバーワークすぎるんだなっていうふうに感じてます。はい。その上、まあね、まあ、いずれちょっとね、しっかりお話ししますが、プロデューサーの、いちちゃんに、まあ、発見されて、徐々に、素潜りじゃないな。巣ごもり生活。もう、長岡に私がいるってことを発見されて、まあ、今後ね、どういうふうに、またプライベートが変わっていくのか、ちょっともう想像もつかないところなので、まあ、正直、どうなんだろうな。まあちょっとやることをなすことちょっと整理しなければいかんのではないかなと思ってる今日この頃なんですね。はい。まあ、それで、まあどうしたらいいのかな。まあどうしたらいいのかなっていうふうな、まあ悩みというよりも、まあ何を削るかなっていうところがまあ正直なところなんです。まあ幸いね、私が今、この、ポッドキャストを、まあ、一つ二つ削ったところで、まあ、多大に迷惑をかける方っていうのは、まあ、読者、私のポッドキャストを聞いてくれる方が一番の被害者なんですよ。まあ、それで、まあ、どうしようかなと、まあ、真剣に悩んでいる次第です。はい。どうしようかな。まずね、私は、やりきらなきゃいけないっていうふうに思ってるのは、今日のアウトプットですよね。今日のアウトプットがまず止まってるっていうのが、なかなか問題で、そこを再開するには、そこを再開するには、ちょっとね、ちょっとまとまった時間がいる。まあ、今週末まとまった時間が取れるかなと思ってるので、まあ、今週末ちょっとガチ集中して、まあ、どう調整しようかなんて思ってるんですが、まあ、場合によっては来週ぐらいから、まあ、訳ありか、
M キャスの方をしばらく休養っていうことにしようかなと思ってます。はい。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね、まだ、今までも、作業量を増やしても、まあ、それなりにね、調整しながらうまくやってきたので、まあ、ここは踏ん張りどころかな、なんても思ってるんですけども、まあ、今後ちょっとね、どうなるかちょっとわからないので、まあ、今のうちにちょっと、伏線を張っておきます。はい。そんなわけで今日のお話をしていきたいと思うんですが、今日のお話は、まあ、ぶっちゃけね、まあ、中古でも、64ビットの、安いノートパソコン1台買えば、まあ、そこにね、まあ、作業をね、2つに割れることができるので、まあ、それだけで簡単に解決するような気はするんですけど、そう、ね。まあ、ちょっとね、持ち出ししすぎるとね、16時間断食の、まあ、食に関わるので、まあ、ちょっとね、慌てずに考えてるんだけど、さて。まあ、今、パソコンからのスマホじゃなくて、スマホじゃなくて、マイクじゃなくて、自分のスマホで、録音してるんだけど、まあ、結局、パソコンの方が他の作業をしてるので、まあ、そのマイクを使っちゃって、そのマシンパワーを使うと、やっぱり、作業が一つ一つ遅くなって、しかも寝るのが遅くなると。そして16時間断食に影響するっていうような悪循環なのね。まあ、そう。まあ、そんな言ってるうちに、私の、視聴者の方から、近所に住んでられるんだけども、潤いをたくさんもらったから、ちょっと潤いいらないっていうふうに連絡もあって、なんかバケツ一杯の潤いを、今、私の住んでるアパートの、ね、マンションの前まで持ってくから、引き取ってとか言って、今連絡もらいました。ありがたいな。でも、はっきり言おう。潤いって何だったっけ？潤いって山菜のような、葉っぱものだと思うんだけど、まあ、緑黄色野菜はもう16時間断食の必須アイテムだから、まあ、ほんとそれはそういうのは本当はありがたいですわ。そう。そうね。山田に住んでるのね。わ かりました。はい、了解です。はい。ごめんね。ちょっとあちこち喋っててわかんなくなってきた。なんか、あちゃこちゃ作業してて、もうちょっと頭がパンクしてきた。多分ね、一つずつ全部、今日の私は、頭の処理速度があんまり速くないから、そう、普段はね、どっちかっていうと私は、多動性っていうのかな、一つのことに集中するより、三つ四つ同時にやる方が、うまくいくタイプなのよ。そう。だから、一つのことに集中しているよりも、三つ四つ同時にやりながら、なんていうかな、ロジックを組み立てて行動するっていうのが、まあ、得意なのね。でも、今日の私の処理速度は多分、カラオケ歌いすぎたせいか、声もガラガラだけど、頭もポンコツで、だから、同時にやってたらね、なんか、どこまで何をどうしてるかもわかんなくなってきた。まあ、そんな時もあるよ。そう。そういう時はね、付箋にさ、何を最優先でやらなきゃいけないかって書けばいいんだけど、そう、まあ書くより先に、とりあえず、今日の M キャストを、収録してしまいたいというのが本音なのね。そう。まあ、そんで今日はどんな話をしようかと思ったら、まあ、とりあえずカラオケボックスに行った話をするよ。そう。で、まあ、明日、まあ、3年ぶりぐらいにステージの前に立つんだけど、まあ、何度か言ったかもしれないけど、ぶっちゃけステージの上で歌を歌うの初めてなの。ダンスとかは、まあ、あるし、トークもあれば MC をしたこともあるんだけど、まあ、ぶっちゃけ、まあね、うちのプロデューサーの、いちいちゃんが、音源を作ってくれって言ったから、まあ、どうやって作ってるかわかんないけど、いつも、カラオケの音源を作ってきて、まあ、それに合わせて歌えばいいって言うんだけど、
私ね、カラオケブックスで今日、なんか久しぶりにでっかい声出して思ったんだけど、カラオケブックスの音源ってさ、メロディーコードがしっかり入ってるじゃん。で、メロディーコードにを聞きながら、別に歌詞を見なくてもメロディーコードさえ聞いていれば、まあ、そんなに大きく外すことないじゃない。そう。でもさ、でも、思ったの。そう、いちちゃんが作ってくる、やつは、多分、メロディーコードなんか入ってないはず。そう。多分、どっかの音源を拾ってきて、まあ、そこから、声の音声だけ、抜いちゃうみたいな荒技をしてると思うんだけど、そう、そんなに IT に強い子じゃないんだけど、なんかそういうやり方を知ってるんだろうね。そう。もしくは、カラオケの音源をそのまま 録音してくるとか、まあ、そんな力技するかな。まあ、いずれにしても、メロディーが入ってるやつじゃなくて、まあ、普通の生オケみたいな、音源だと思うの。まあ、それで、まあ、果たして、練習なしに一発で歌えるかって言ったら めっちゃ正直すっげえ不安で 不安で、まあ、それだったらね、正直さ、それだったら、もう歌詞が、もう、忘れましたとか、ちょっと練習する時間がなくて、歌詞がしっかり覚えられてないみたいな、ちょっと弱々しい感じで、ちょっと、明日ね、来られる、お客様に、ちょっとね、だだこねながら、うまくごまかすしかないかな、とか思ってるの。まあ、実際に、一生懸命ね、歌って練習してるんだけど、まあ、2曲といえどもね、なんだろう、とっさにね、まだ、歌詞がパッて出てくるような感じじゃないのね。そう。だからさ、とっさにさ、まあ、どんな時でも振られればすぐ歌えるようなぐらい、音ってか歌詞が入ってれば、まあ、どんな音源でもある程度歌えると思うんだけど、まあね、今回はちょっとそこまでは無理だなっていうのが正直なところで、まあ、それならば、思い切って、ね、これ歌うって言ったのじゃない曲、例えばさ、こんな風に言って、今日会場に来てみたら、同じ曲、ダブってる、同じ曲歌うグループがあったので、まあ、まあ、ダブって同じ曲歌う方々がいたので、まあ、私は、ちょっと違う曲を歌おうと思います。ただね、音源用意してないので、アカペラで歌おうと思うんですけど、いいですかね？みたいな感じで。そう。で、急だったから、もうね、歌詞もしっかり覚えてないから、まあ、歌詞カード見ながらだけど、楽しんでもらえればいいよ、みたいな感じで、アカペラで歌える曲にしようかな。そっちの方が、なんか、安全な気がするんだけど、当のね、プロデューサーのいちちゃんは、なんか、その明日出演することは、まあ、まあ、なんとかなるでしょう、ぐらいな感じで。で、まあ、ダンスチームを、ね、ダンスコミュニティというか、まあ、ダンスを中心としたチークコミュニティを、再構築するっていうことの方が、彼女の中ではもうメインテーマになってて。そうそう。まあ、明日は明日でなんとかなってしよう、みたいな感じなの。まあまあ、それでもいいんだけど。さすがイノシシ女子。まあ私はもう明日のことでテンパっちゃってさ、もうほんと、頭なんかほんとショート気味なんだけど、そう、まあ、そこはね、そこはもう数々の難局を、勢いで乗り越えてきた私ですから、まあなんとかなるでしょう。まあ、そんな感じの、もう本当、不安と楽しみと好奇心がもう入り混じった、超、なんか変な感じのナチュラルテンションなんだけど、まあ、こういう時にね、M キャストは本当、なんか私の心の支えで、M キャストがな、中断ってなるとやっぱ寂しいな。そう。かといって、訳ありないトークも、結局、歩いて行ってる時間、やることないから喋ってるってだけだから。
結局、まあ、コーディング作業がめんどくさいとか、時間がかかって困ってるっていうだけの話なんだよね。そうすれば、やっぱりもう一台パソコンあればいいだけじゃんって言われると、まあ、そうでさ。買っちゃう?まあ、1万円そこそこの。まあ、1万円そこそこでも、まあ、起動させて動かしとけば、まあ、作業は終了する程度のもんだと思うし。そう、まあまあまあ、でもまあまあまあ、買っても来月だな。そう、今月はもう、酵素を作るために、そう、いろいろ変わってしもうたね。あれ?これでどうなの?そう。まあ、そんなわけで、ちょっとごめんね。ほんとごめん。あちこちとっちらかって。ちょっとね、あと15、せめて15分ぐらいはね、ちょっと集中するわ。まあ、そう。で、まあ私自身、歌うの大好きで、まあ、岩手県の宮古市に住んでた時ね、私、自分のお店やってて、そこはカラオケ、もう入って、入れてたから、まあカラオケ大好きすぎて私入れたんだけど、もうお客さんいない間でずっと歌ってた。で、私はね、自分の声が好きになったのはほんと最近、これ始めてからなんだけど、まあ歌うのは好きだし、人に聞いてもらうのがすごい好きなの。そう。だからさ、なんかお客さんの前で歌ったりするのほんと好きで好きで仕方なかったの。まあお客さんは迷惑だったかもしれないけど。そう。だから、本当は明日、ステージの前で歌うっていうことを、まあ、一回でも、まあ、とりあえず、できるんだって見せたら、まあ、プロデューサーのさ、一位はさ、きっと次からまあ、そういう話を持ってきてくれると思うの。だからまあ、明日は私にとっては、重要なはずなんだけど、まあ、当事者のプロデュースの一ちゃんが、まあ、なんかまあ、なんとかなるでしょ、みたいな感じなので。そう、どうしよう。本当なんとかなるのかな。不安だわ。で、何を歌おうかというと、まあ、いちちゃんと、あと他のね、6人の、まあ、同世代女子メンバーで、とりあえずダンスコミュニティを、復活させて、地域おこしというか、まあ、年齢関係なくいろんな人が参加できるダンスコミュニティを作ろうっていうことを、まあ、目標にしてて、目標というか、まあ、作るんだけどさ。まあ、作るのは大したことないよ。作り上げていくのが大変なだけで。そう。まあ、それで、まあ、それで、まあ、具体的にというか、なんていうの? そう。まあ、それを作っ、あの、このコミュニティを作っていくこと自体は、まあ、過去に、まあ、同じようなことをいっぱいしてきたので、まあ、そんな難しくない。そう。まあ、本当目に見えるような、ザ・女子グループなので、そう、ここら辺は、ザ・女子グループは、動くときはものすごく早いし、もう、正確だし、パパパってやるけど、その動き方を、しっかり、提示しないと動けないっていう。まあまあまあ、ぶっちゃけ、そこら辺に、いちちゃんは別だけど、まあみんな大体、そこら辺にいる、普通に、中学生ぐらいのお子様がいる、お母さんたちなので、そうそう、引っ張ってもらえばすぐ踊りますみたいな、タイプの子たちばっかだから、まあ、引っ張り方を間違えなければ問題ないんだけど、と、まあ、そのダンスチームの、まあ、一番最初の大イベントが、まあ、多分、長岡祭りの前夜祭の中央ステージでのダンスになると思うの。まあ、観客は多分2万人とか3万人ぐらいだと思うんだけど、まあ、2万人とか3万人の中で踊るっていうのが、まあ、最初のステージになると思うんだけど、まあ、まあまあ、大規模なステージとしては。その時にね、私は、今年は、愛の印。そう。パフィーの愛の印。まあ、今最近さ、TikTok でも流行りまくってるじゃん。そう。なんでだろうね。そう。んで、愛の印と、ダンシングヒーローの、例のダンシングヒーローのやつを、まあ、丸パクリして踊ろうかと。それだったら、
ダンシングヒーローの方はちょっと精鋭部隊で踊って、愛の印はね、そんなに難しい振りじゃないから、まあ誰でもできると。そう、その二本柱で、この2、3ヶ月練習して、構築し、その大舞台で、来年ここでまた大人数で踊りましょうみたいな感じの、横断幕と、まあ、SNS に誘導するための、リンクを貼ったチラシなんかを配って、集客につなげようかなと思ってるね。で、まあ、来年、また、まあ、どれくらいの人数集められるかわかんないけども、まあ、500人とか、1000人ぐらいで集めて、みんなで踊れればいいな、なんて思ってます。そう、そんなこともあって、明日は私、愛のしるしとダンシングヒーローを歌いたいんだけど、まあ、歌詞はなんとかなっても、歌も歌えるようになっても、まあ、振りはちょっと無理だな。と、愛のしるしもダンシングヒーローもそんなにものすごいさ、難しい振りじゃないけど、まあ、ちょっとね、気持ちがそこにまでついていかない。まあ、そんなわけで、まあね、今日は朝からカラオケガンガン歌ってたんだけど、とはいえね、もうダンシングヒーローもさ、愛の印も、まあ、5回ずつぐらい歌ったけどさ、まあ、飽きちゃうわけよ。で、まあ、5回ずつぐらいだったらさ、まあ、1時間でいいかったと思うんだけど、まあ、結局2時間にして入ったのね。で、まあ、私がよく行くカラオケボックスはさ、まあ、平日の午前中は、まあ、24時間やってるところなんだけど、30分50円でワンドリンク制なのね。だから、まあ、ドリンク1杯頼んで、30分50円だから、まあ、500円ちょっとで、ね、2時間歌ってたんだけど、そう。まあ、ダンシングヒーローと愛の印だけでは、すぐ飽きて、明日見に行こうと思ってる、明菜ちゃんの曲に浮気 C の、まあ、禁句歌ってみたりして、まあ、勝手に泣いてみたり。そうしたらなんか中島みゆきさん歌いたくなって、中島さん、みゆきさん歌ってまた泣いてみたり。そうしてるうちに、明日ね、もし曲がダブっちゃったら、まあ、ダブっちゃったらね、もう、私はさ、後からね、無理やり入れてもらったみたいな感じだからさ、ダブった時に、その先輩方が歌ってる歌に被せちゃいかんと思って、まあ、その、サブで、愛の印と、なんだっけ、ダンシングヒーロー。まあ、だって誰か歌いそうじゃん、今。みんな知ってるし、そう、まあまあそこそこ流行ってるし、そう。まあそんなわけで、まあそうしたら、まあアカペラで、アキナちゃんの、ナンパ船と、プリンセスの M を歌おうかなと思ってるの。まあ、あれだったら、まあ、プリンセスの M と、ナンパ船だったら、その間に挟むトークもね、つなぎやすいネタがあるわけよ。そう。まあ、私ね、アキナちゃんがもともと好きだったわけじゃないんだけど、私がニューハーフの世界で働いてた時に、私よりちょっと年上のお姉さんたちって、みんなアキナちゃん大好きなのね。そう、まあ、どうしてなんだろう。そう、まあまあまあ、でもね、最近分かってきたよ。アキナちゃんものすごい、気遣い性で、優しいもん。本当もう、本当すっごいプロフェッショナルなプロ意識を持ってて、それと同時に、超女性らしい子じゃない。まあ、テレビ以外のところで見る本当、アキナちゃんを知ると、いや、あれはみんなファンになるわなと思う、正直。私もそう、お姉さんたちに影響されて、アキナちゃん行くようになって、今はアキナちゃん大好きなんだけど、そう、そんな下りからナンパ船を歌い、まあね、そっから、まあ、LGBTQ のお話をちょっとし、まあね、どんな人がいらっしゃるかわかんないから、まあ LGBT って知ってますって話から、まあ私は LGBT のその最後についた Q なんですけどね、なんて話で、まあ LGBTQ って何っていうのをちらっと話しながら、まあそんなわけでなかなか恋愛以上バラエティに富んでましてね、なんて話から、まあ今右手を塞がってるけど左手は空いてるので、誰かイケジいませんか？シブジいませんか？私シブジとかイケジが大好きなので、片手は余ってるので、誰か私とお付き合いしたいって方は、立候補してください、なんて話をしながら、そう。まあね、私は別れてく、奥さんがいても全然いいですよ。別れてくれとは言えないし、毎日会いたいとも言わないし、そう、いざとなったら、
俺別に男として誠と付き合ってるだけだぞとか言って言い張ってくれてもいいから、まあとりあえず、私とちょっと付き合ってみませんかみたいな話から、まあもう片っぽの方はもうすぐ別れると思うんで、なんて話で、そう、その別れるって話をするとちょっと辛いんですが、まあその気持ちを歌に込めて M を歌いますみたいな。感じの流れで歌えば、まあアカペラだからね、歌詞を見ながら、全力で熱唱をすれば、まあ10分15分ぐらいは持つよ。だからね、中途半端すぎる、ダンシングヒーローと愛の印を歌うよりは、まあそっちの方が、もしかしたらいいかもしんないなと思って、まあナンパ船と、M 歌い始めたらさ、私さ、な、あ、私ね、前からそうなんだけど、私結構ね、一人の時とか、歌結構歌ってるの。口ずさんだりしてるんだけど、なんかね、私のリズムとか、合わせ方って独特で、本当なんかさ、既存の音楽に合わせづらいのね。そう。まあ、もちろん合わせて歌おうと思えば歌えるんだけど、私が気持ちよくないのよ。私が全力でこも気持ちを入れて歌うには、アカペラが一番楽なの。だからね、まあ実はね、明日、いっちゃんには申し訳ないけど、当日その場でアカペラチャレンジもしてみ、面白いかななんて思ってるんだよね。さあ、どうだろう、どうなるかな。そんなわけでね、明日がどうなるかわかんないけど、明日、会場のステージの上から、ちょっとね、ポッドキャストを載せられるような動画をちょっと撮りたいなと思ってます。まあ、どうなるかわかりませんが、そう。明日は明日のサプライズ。そんなわけで、どうなるかわかんない明日の情報、明日の話は、来週の月曜日にお伝えできるか、もしかして明日、が、まあ、木曜日か。まあ、金曜日にお話しできると思いますね。まあ、そんなわけでね、今日ちょっと足早で、今日もあちこち飛んでますが、まあ、今日も元気になんとかやりきったということで、拍手 そう、まあ、一日大切に、楽しく、ポッドキャストも、生活も、ダイエットもやっていきたいと思います。そう、そんなわけで、音入ってないよね、昨日。なんかね、そう、なんかさっきちょっと、ご飯、お昼ご飯がちょっとね、タンパク質中心だったら、もうおならが出ちゃってね。もし入ってたらごめんなさいね。そう、でかいおならだなと思ってください。はい、そんなわけで、明日頑張ります。明日の配信は、はもう収録終わって帰ってきてから、もしかして映画見る前にまたスマホで収録するかなんかだと思いますので、まあ、興奮冷めやらぬか、もしかして、残念でドヨーンとしてる私のどちらかわかりませんが、明日の、ライブの様子は明日の配信でお話しします。そんなわけで、まこねでした。バイバイ。またね。